どうしよう、どう考えていこうかな。分かんないときは差を考えてください。足す3だな、足す5だな、足す7だな、ん ?357。 じゃあ次は9かな。足してみたら27だ。3579ってことは次は11。おお、なった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 。もう答えは出ちゃいましたよね。じゃあ解差数列って何かっていうのを説明してこの問題を終わりにしましょう。解差数列はもう一個考えるんです。おお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 、いいですか。階差の階というのは、まあ、階段の階ですね。階段っていうわけじゃないけど、2段階で考えると等差数列が発見できる、これを階差数列って言うんですね。くどいですけれども、繰り返しになりますけど、言葉を覚える必要はないです。覚えておいてももちろんいいです。ただ解けた、やったーで終わりにしないようにしてください。理解をする、チェックをする、ここを念頭に置いておいてください。